地球上での低層の指示大円のイメージ低層の指示大円とは地図の中に一定規則の大円を描くことでその地図の投影法による歪みを視覚的に表現するものである。19世紀の地図学者ニコラ・オーギュスト・ティソにより考案されたティ層の示せ5楕円ティソーの表型とも呼ぶ地球表面に同じ直径の小さな円を多数描いたと仮定し その地球表面を当該投影法で描写して地図上でそれらの円がどのように歪むかを見る。地図上でも円となる地点については小さな図形であれば型の歪みが起きない。楕円となる地点では型の歪みが起こるが小さな図形であれば元の図形を楕円の長軸方向へ引き伸ばした変形で近似できる。つまり近くの楕円との長軸の向きの違いは 歪みの向きの違いになる。円、楕円の大きさは縮尺の変化を表す。昇格図法であれば、すべてが円となるが、縮尺変化に応じて、円の大きさが変わる。成績図法であれば、楕円の面積がすべて同じとなる。成拠図法であれば、成拠となる方向の楕円の直径が一定になる。しかし、地図中に多数引かれている形線や位線。 世界地図に関する事前知識や先入観、さらに似たような楕円が多数並んでいることなどから、作詞が引き起こされる場合もあり、地図の歪みという本来の目的を直感的に理解しやすいかどうかは微妙な面もある。ありがとうございます。